おはようございます。こんにちは。こんばんは。やすみなさい。タッキングです。えー、今日はですね、2022年前期ですね、の、えー、社会福祉問い17日常生活自立支援事業について、えー、深掘りをしていきました。結構あの、難しい問題かなと思うんですけども、あの、理解したら解ける問題なので、今日も一緒に勉強していきましょう。どうぞ !2022 年前期社会福祉問い17 次のうち、福祉サービス利用援助事業、日常生活自立支援事業に関する基準として、適切な基準を丸、適切な基準をバットとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、社会福祉法によって定められている。B、第一種社会福祉事業として位置づけられている。C、事業の実施主体は都道府県と指定都市の社会福祉協議会である。D、利用にあたっては利用希望者が住所地の福祉事務所に申し込むことになっている。 はい、これ2番、丸×丸×が正解です。今日も深掘り解説、始めていきましょう。はい、今日のポイントはですね、ちょっと多いです。社会福祉法と社会福祉協議会、日常生活自立支援事業、どこまで理解しているかというところです。日常生活自立支援事業について説明します。福祉サービス利用援助事業。 これを日常生活自立支援事業と呼ぶのですが、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送っていけるように、利用者との契約に基づいて生活支援員がですね、福祉サービスの利用援助等を行うものです。参考までに実施主体が設定している訪問1回あたり利用料を平均1200円ぐらいらしいんですが、 要は日常生活自立支援事業で契約をしてだいた1200円ぐらい払って生活支援員の方が日常の生活を手伝ってくれるよっていうようなサービスですね日常生活自立支援事業っていうのは具体的に何を手伝ってもらえるのっていう話なんですが福祉サービスを安心して利用するための支援福祉サービスの申し込みとか契約の代行などですね 毎日の生活に欠かせないお金の出し入れの支援。利用料の支払いの代行とか、年金とか福祉手当の受領に必要な手続きなどを支援してくれます。日常生活に必要な事務手続きの支援。住民票の届け出とかに関する手続きであったりとか、クーリングオフ制度の利用の手続きなどの支援を行ってくれます。大切な通帳や証書などの保管支援。 利用者の希望に応じて大切な通帳とか証書などを安全な場所で預かってもらえるなどの支援もしてもらえます。全体的に身の回りのことを代行してくれるサービスですね。日常生活自立支援事業はどこに申し込んだらいいかっていう話なんですが、契約先は社会福祉協議会ですね。 その社会福祉協議会というのが全国とか指定都市とか都道府県市区町村というのにまたがっておりまして、区市の分野で高齢者とか障害者などの支援の仲介とか提供というのを行っている団体です。全国の社会福祉協議会は各市町村、都道府県指定都市に設置、運営されている社協の全国組織として連絡調整や活動支援、制度改善などを行っています。 なので、全国の社協っていうのは、連絡とか調整役で、運営自体は都道府県とか市区町村とか指定都市の社協が運営をしているということですね。で、都道府県市区町村の社協は実際どんな仕事をしているかっていう話なんですが、まず福祉サービスの事業運営的成果や第三者評価っていうのをやってはります。お話したような日常生活自立支援事業。 あとは生活や就業等に必要な資金ですね。生活福祉資金を低金利で貸し付けする事業も行っています。これは第一種事業ですね。あとは専門的な研修とかボランティアの振興とか福祉教育っていうのも行ったりしていますね。地域のボランティアの方と協力して、高齢者とか障害者、子育て中の親子とかが気軽に集えるサロン活動とかも社協はしてあります。 その社会福祉協議会っていうのが社会福祉法によって定められていまして社会福祉法っていうのは1951年に社会福祉事業法っていうのが成立されたんですが2000年に大きく改正がされて名前が変わって社会福祉法っていうふうになった法律です内容は社会福祉事業の第一種とか第二種っていうのを規定したり社会福祉法人とか共同募金 福祉事務所、福祉人材センター、地域福祉計画、社会福祉協議会っていうのを規定しています。社会福祉事業の大元、事業の大元になる法律が社会福祉法ですよっていうことですね。イメージなんですが、まず社会福祉法ですね。社会福祉事業法の中の社会福祉協議会が規定されている、この社会福祉協議会の中の 日常生活自立支援事業で第2種ですよっていう、こんな位置づけです。はい、これで問題解けると思いますので、振り返ってみましょう。社会福祉法によって定められている。そうでしたね。次、第1種社会福祉事業として位置づけられているのではなくて、第2種社会福祉事業です。これ第1種は生活福祉貸付の方ですね。引っ掛けてきてますね、これは。 市事業の実施主体は都道府県と指定都市の社会福祉協議会である。これも合ってます。全国社協は連絡役です。利用にあたっては利用希望者が住所地の福祉事務所に申し込むことになってるんじゃなくて、申し込み先は、はい、社会福祉協議会でしたね。なので、×です。2番のツ×バ×が正解でした。 はい。今日は、日常生活自立支援事業の説明でした。社会福祉法、社会福祉協議会、日常生活自立支援事業っていうこの流れが分かっていれば解ける問題かなと思いますので、また今日も参考にしてもらえたら嬉しいです。あと、他にもですね、試験問題の解説を行っておりますので、よかったらそちらも参考にしてもらえたら嬉しいです。あと、チャンネル登録、いいねもしてくれたらもっと嬉しいです。ではまた他の動画で会いましょう。皆さん、バイバイ。